はいどうも、しばずアートです。チャンネル登録者500人突破おめでとう、雑談よ。はい、ということでですね、このチャンネルでは登録者が100人超えるごとにちょっとした雑談をお届けしようという、需要のないね、ラジオ感覚のものをお届けしておりますけども、なんとですね、この度登録者が500人超えましたと、一つの大台でございます。500人って聞くと、たかだか500やろみたいな思う人も結構いると思うんです。僕も思うんですけど、実は YouTube 全体で見ると、上位の 50% 以上に位置しているらしいです。なので、割とめでたいかなって思っております。そして、日頃から見ていただいている皆様には本当に感謝でありがとうございますというところでございますね。YouTube って登録者がある程度超えると収益化とかっていうシステムがあるんですね。その広告収入とか得られて、お金が発生するっていう、システムになってるんですけども、一般的に広告収入が発生するのが1000人を超えてからになってます。なんですけども、もう一つ登録者が500人を超えた段階でもちょっとした恩恵がありまして、それが動画内にですね、ショッピングタブみたいなのをつけれるっていう機能なんですね。動画で紹介していた製品を見ている人がその場でこうポチッとできるボタン、購入できるみたいな、そういう購入経路を作れる機能なんですけども、その条件として500人っていうのがあるらしいです。で、僕もですね、YouTube 始める段階でここを一つ目指してて、絵のメイキング見てもらって、で、欲しいなと思ったらその場でちょっと買ってみてもらえないかなって狙いがあってですね、この機能が実装される500人突破っていうのを目指しておりました。なんですけども、500人突破した現在ですね、その機能が使えるかと思ったら、実はもう一つ条件がありまして、再生時間がある程度ないとダメらしいんですね。はい。全然足りてませんでした。僕の動画だいたい本当5分、長くて10分とかのものが多いので、もう全然再生時間が足りてないみたいです。なので皆さん、2回3回見てください。お願いします。減るって。減るよ。これは。こういったね、前置きはさておき。前置きはさておき。すごい日本語なんですけども。今回の雑談は、絵の販売に関しての話をしようかなって思います。そんな深い話じゃないんですけど、テーマ、難解な絵と需要についてでございます。僕こうして絵の販売してるんですけど、やっぱり需要って気になるんですよね。気になるというか、気にしないといけない立場なんですけど、どういった絵が売れるのか、どういった絵を皆様が欲しているのか、日本人にはどういった絵が受けるのか、そういったものを気にしないといけないんですね。僕に画力があって、経歴とか、たくさんあれば、ある程度自分が好きなものを描いても認められるとは思うんですけども、需要がそこで生じるとは思うんですけども、何分別に独学でやってて、下手でっていう感じなんで、下手なやつが自分の好きな絵描いたところで、それが市場の需要にマッチしてるかといえば、それは違うんですよね。僕自身、本当に何も考えず好きなものを描いていいよって言われたら、本当に自分でも理解できないものを書くんですよ。例えばこれとかなんですけど、昔の落書きかな、ボールペンで書いたやつとかも、わけわかんないじゃないですか。もはや何書いてあるかもちょっとわかりにくいような絵だったりするんですけども、こういうの好きなんですよ。結構好き。特に意味はない、でも難解で、一目でパッと理解できないような絵っていうのは、割と好きで書いちゃうんですけども、じゃあこれが欲しいか、これが欲しい人いるかと。もちろん世の中にはいる、ごく一部。人の好みなんて十人十色ですから、こういうのが欲しい人もいます。でも、一般的ではなくて、その数は、絶対的に少ないです。じゃあどういう絵が需要があるかっていうと、綺麗な花の絵とか、自然の風景の絵とか、人物の絵とかっていうのが、定番で、インテリアとしても家に飾りやすい、見て気分が良くなる。っていうものが、やっぱり受けがいいですね。これを見てくださってる方の中に絵を売っている方がいるかわかんないんですけども、売る立場になったら、
この問題に直面すると思います。もともとね、もともとなんかお花描くの好きでお花描きますよとか、そういう需要にマッチした画風であればもうすごくそれはいいと思うんですけど、そういう人ばかりではないのでテーマですよね、そこは一つのと思います。じゃあ僕はどういうスタイルで売ってるのって話なんですけど、売ってる絵を分けてます。自分の描きたいもの、表現したいものはこうなるべく分かりやすく、理解しやすくまとめて描くように。とは別に、誰でも好きな、みんなの好みにフィットするようなインテリア向けの絵っていうのをまた別で描いております。僕のホームページとか見ていただけたらわかるんですけど、もう分かりやすくインテリア向けの絵っていうのは小さいものが多くて、でかつこう花とか、自然とか果物野菜みたいな、もうなんかね、お飾りやすいみたいな、インテリアやんみたいな絵が結構あったりします。一般受けする、需要のあるインテリア向けの絵で販売実績とか、お客様の客足を、伸ばしつつ、でその中の本当にごく一部ごく一部僕の絵が気に入ってくれた人が、ちょっと難解な絵、自分が描きたいものみたいなのを気に入ってくれて買ってくれたらいいなっていうスタイルで描き分けて販売しております。なので僕のホームページ見ると結構カオスですね。わ、お花だ、猫だ、うわーみたいな、の中に急にドーンみたいな。暗い絵とか悲しい絵描くのが好きなわけじゃないんですよ。たまたま自分が描きたいものを描いたらそうなりがちってだけです、はい。僕と比べてしまうのはちょっと失礼に当たるかもしれないんですけど、現代アートとか、有名な画家さんの絵とかの中にもそういうのありますよね。もう素人が、一般の人がパッと見で見ても何描いてるか分かんないみたいな、これ子供でも描けんじゃないみたいな、そういう絵ってありますよね。そこをどう認めていただくかですよね。価値を感じていただけるかっていうところが、今後のテーマでもありつつ成長していかなければいけない部分でもありますね。めっちゃ真面目な話するやん。めっちゃ真面目な話しますやん。まあ今回はこんな感じで、ちょっと真面目な話感もありましたけど、程よい雑談になったかわかりませんが、お届けいたしました。次回600人雑談ももう取らないといけないですね。皆様のおかげで600人を超えそうです。ありがとうございます。ということで、長々とご視聴ありがとうございました。次回600人雑談でお会いできる方お会いしましょう。 See you, goodbye.